はい、まるばらチャンネルでーす。はーい。はい、じゃあ今日はですね、まあ、もう10月になりますけど、夏のボーナスで買ったものを紹介したいと思います。はーい。これも紹介します。夏のボーナスで買ったやつ。はい、じゃあまず私が夏のボーナスで買ったやつはですね、私靴が1個しかもともとなくて、うん、普段休みのとかに、うん、で、まあ、もう一個靴欲しいなと思って、まあ、一応アウトレット行って、こう見てたわけですね。うん、最初、まあ、私普段ナイキのエアフォース履いてるわけですけど、うん、まあ、今度はなんかナイキ以外の履いてみたいなと思って、うん、ニューバランスとかそこら辺探してたんですけど、うん、なんかいいのないなと思って、まあ、結局ナイキ見てたら、なんかこのエアフォースがなんか、エアマックスか、なんか一目惚れしてしまったので買ってしまいました。全然俺エアマックスなんて興味なかったんですけどね。エアマックスね。なんか、エアマックスはなんかちょっと、言い方あれですけど、古いなんかちょっとイメージというか。でも今ね、なんかエアマックス結構履いてる人いるからね。そうですね。うん、へぇー。なんかあんまり、エアマックスのちょっとごついイメージがある。これはなんか割と普通の、そうだね。なんかスニーカーっぽくて、まあ、いいなぁと思って。エアが入ってる。うん。なんかナイキって、はい、なんかエアフォースでもエア入ってるらしいよね。あ、そうなんですか。うん。これはまあめちゃくちゃあからさまにめっちゃ入ってるけど、他も入ってるらしい。まあいろいろ色はあったんですけど、なんかこの色が一番ビビッときたから。なるほど。はい。履き落ちどう？エアフォースと。あー、でも、どうだろう。まだそんな履いてないんですよね、言うて。あー、まあ、そこがね、うん、まだそんな汚れてないんだよ。そうですね。まあ、これからどんどん履いていこうかなと思いますね。まあ、クッション性があるから、そんな足も疲れないし。そうですね。なんか、ちょっと軽い靴が欲しいなと思ったんですよ、最初。うん、だから、ニューバランス見てたんですけど、なんか意外に、あんまいいのねえなと。はい。って感じですかね。とりあえず夏のボーナスで買った一つは。はい。で、僕が夏のボーナス買ったやつは今着てる T シャツでーす。はい、ナイキでーす。またナイキですね。ナイキ。ナイキはいいっすね。いや、俺基本あんま使わないんだけど。はい、なんか欲しいなーと思った時、T シャツ欲しいなーと思って、だいたいユニクロとか自由で収めちゃうんだけど。なんかナイキのやつ欲しいなと思って探して、うん、なるべくなんかロゴがデカデカ載ってんのあんま好きじゃないから、まあ、ナイキっていう、うん、もうここにスイッチがバーン入ってる、あれじゃないのがいいなと思って、うん、この黒いロゴのやつにしました。目立たなすぎて逆にユニクロ見て意外とないんだよ。意外とないんだ。まあそうっすね、うん、結構ナイキってバンって入ってるやつはありますけど、そうそうそう、結構ね、なんだろう、しっかりめだね、厚手だね。厚いし、まあこれ1枚で全然羽織れるし、若干オーバーサイズだ。だから結構いい感じに着れてるな。サラサラしてるし、コットンだな。でもサラサラというかコットンだから結構いいよ。生地しっかりめだからへたれないし、結構これはかなり来てるな。まあ、今年の夏買ったばっかだから、そんなき、うん、まあ、でも結構来てるかも。俺はええで。いいっすね。いいよ。まあ、ナイキっすよ。結局ナイキかよ。ナイキのなんか。今履いてないってやつ。